こんにちは、ドクターネックスです。さあ、大変長らくお待たせいたしました。僕が考えるブレソルキャラランキング2022年9月バージョンをお届けしたいと思います。今回は、地属性です。まずはじめに毎回の説明になるんですけども、ブレソルにおいて一概に最強のキャラというのは存在しません。属性、キラー、所属によってそもそも出現できないことや倍率が変化するクエストがあるからです。ブレソルを理解すればするほどこれらの分類をした上での評価が重要になるということがわかると思います。今回のキャラランキングはバトルでの運用は考慮しておりません。共闘及びグループバトルでの使い勝手を評価しています。そしてこの評価は僕の独断と偏見に基づきますんで、異論もあるかと思いますが、一例として参考にしていただけたら嬉しいです。ただですね、いくら説明しても結局誰が最強なのというふうに聞かれる方が一定数いらっしゃいますんで、各属性1キャラ最も使い勝手のいいキャラクターを最初に紹介しておこうと思います。地属性において今最も使い勝手のいいキャラクターは、勝負しようぜ、7周年記念イチゴです。と言っても僕の個人、いやでもね、いや使い勝手がいいかっつうと微妙なんですよね、7周年記念イチゴ。ただまあその総合力として一番かなというところで、共闘やグループバトル等で幅広く使えるという意味で、使えるという意味でのキャラクターとして、まあそこら辺は後で説明しましょう。はい、次、前提としまして、現在臨境が跳躍を集めるためのクエストは継承の試練です。このクエストは相手が硬化状態であって防御力が非常に高いです。状態異常になると効果の効果が無効化されますんで、状態異常アップのキャラクターとか、まあ、キラー効果3倍あるからキラーが一致するキャラとか、圧倒的効果力のキャラが今までは推奨されておりましたが、現在は各属性で臨強化跳躍ドロップアップキャラがいる状況です。臨強化役に関しては継承の間を周回するよりもレイドを周回する方が効率がいいと考えます。雫に関しても10レイチを周回するよりもレイドを周回することをお勧めしております。あと共闘というとですね、極限共闘があるんですけれども、現在ではですね、多くのキャラは火力が十分なんで、まあ、赤を無効貫通っていうことが望ましい状況です。以上を踏まえまして、継承の試練のおすすめ、楽しみましょう、水着ネリエ、レイドのおすすめ、ぶっちぎりでパーティータイム出現で、その他薬のアップのキャラクターとか雫のアップのキャラクターとか、極限強盗のおすすめ、勝負しようぜ、7周年記念イチゴとか10年イチゴとかで、これらはですね、これから説明するキャラよりも火力で劣ってたとしても、おすすめです。でそのため強盗でのおすすめキャラはこれらがないか、まあ、時間効率を求める方のおすすめキャラクターとなります。さあ、前置きおしまい、次行きましょう。はい、ここから詳細の紹介やっていきましょう。まずは死神キラー赤、ここの1位黒崎一護、10年後迷いましたけども、黒崎一護フィアスバトル、そしてオリエンタルネリエル、解説していきましょう。まずこの1年で出た新しいキャラっていうのが、このフィアスバトルの白夜のみでした。こいつは通常特化型なんで共闘には向かないんで、ランキングは昨年とほぼ同様のものとなっております。1位は死神&隊長のダブルキラーを持つ10年イチゴです。まあ通常パパイチゴですね。戦略戦の挽回イチゴから継承するようにパッシブスキルで弱体無効麻痺無効を持っていて、攻撃に状態異常がない代わりに高い倍率を誇っています。で、必殺技ヒットスワップを持つことからグルバトのメインに、よく使われておりましたが、まあ、現在ではですね、同じ死神キラー隊長キラーで、6周年アイゼンが弱体&追尾設置っていうところで敵を安全に対処できるんで、まあ、もっぱらもうこの一号はサブ枠として使用されることが多いです。そう、まだそのメインを下ろされてもサブとして生きてくるっていうのが強いですね。で、敵ガード無効、赤無効貫通を持っているんで、殲滅力があって、極限強闘で、まあ、もうこのイチゴいれば十分じゃんっていう時代が長かったです。今は7周年記念イチゴもいるんで、まあ、どっちか お好みでっていうところなんですが、こちらの方が機動力が高くて、移動が早いんでね、あの緊急回避プラス2回があるんで、極限ではこっちを使う人もまだまだいっぱいいます。
火だめに関してはアリーナ用ですかね。火だめ 16% ダウンですね。まあ、で、三連春法があって、機動力があって、非常に楽しいキャラクターです。で、強2がね、バフで、ちょっと重めなんですけれども、まあ、広範囲効果力であって、強1さんが非常に優秀で、まあまあまあ、そんなに気にならないかなっていうところですね。で、まあ、このバフのおかげで、グルバトサブに、まだまだ、いられるというところですね。非常に強いキャラクターです。2位で、あ、そうか、しまった。僕、同率2位にしたんだ。昨年は2位、フィアスバトル1号3位にネリエルにしたんですけども、同率2位という形でいいんじゃないかなと。で、1人目が1号。で、まあ、ここに本当ね、彦根も、まあ、入れてどうしようかなっていうふうに考えたんですけども、まあ、3キャラともね、いずれも強1は同じ範囲で、で、まあ、彦根はかなりもっさりとした動きになってて、強1が。で、強2、強3は彦根の方が使いやすいなっていうところだったんだけれども、強攻撃アップがついてないっていうところで、ランクを下げました。そうか、ピックアップキャラクターとして、彦根を上げておきたいですね。もう一度ごめんなさい、言います。1位が、パパ1号。2位が、同率で、オリエンタルネリエルとフィアスバトル1号。で、ピックアップキャラクターとして彦根。彦根は、強攻撃アップがないんです。まあ、随分前のキャラクターになるんで、強攻撃アップがなくて、強1と通常がすごくもっさりしてるんですね。まあ、移動は回避距離アップとか回避数プラス2があって非常に速くて長くていいんですけれども、強2強3も非常に強力、必殺技も強力といったところで、なかなか強いんだけども、強一番よく使う強1と通常がいけてないと、ちょっとまあ評価は下がっちゃいますね。まあ、そんな中、1号。こちらはですね、状態異常がない代わりに40、40、60と高い倍率を持っていて、潜伏無効を持っているっていうのが強みですね。で、あと常設キャラなんで必殺技レベルも上げやすいっていうことも含めて2位かなと。まあ、結構この1号、その必殺でクール回復できるっていうところで、うまいこと使うと本当に効果力を維持できますね。ここは結構好きなキャラクターです。で、同率2位のネリエル。一号と違って弱体持ちですね。で、弱体があって、もうどこ読んでるか忘れた。ほら、弱体があって、心属性死神への状態異常確率アップがあるっていうこと。で、彦根と違って通常が使いやすいことから2位としました。ここ、このキャラは協賛が画面全体じゃないっていう欠点はありますね。で、まあ、彦根に関してもう一度、その、千年血戦品質ガヤと同じぐらいに強いんじゃないかって出た当初言われたんですけども、やっぱりね、やっぱ強一通常の性能で、いや、なんか違うよねっていう感じになりましたね。というわけで、ピックアップキャラクター、産木の彦根。はじめまして。自分は、産木の彦根と申します。同率に、オリエンタルネリエル。無益な争いはしない主義なのだけれど、マジこのイラストがすごい可愛いと思う。同率にフィアスバトル1号。そのために手に入れた力だ。そして1位パパ1号。心配いらねえよ、俺が守ってやる。はい、以上が死神キラー赤。続きまして死神キラー青。1位7周年1号。2位ノエルちゃん。3位オリジナル形態の強楽さん。じゃあ説明にしていきましょう。1位の7周年記念1号は、ダブルキラー、ダブル、ダブルの状態異常を持っていて、弱体&麻痺の、ダブルの状態異常を持っていて、確率付与もありますね。敵ガード無効、青無効貫通を持っていて、さらに潜伏無効、状態異常付与時一定時間レア数 80% もあることから高い火力が出せます。で、さらに必殺技ヒット数アッププ プラス1があるために、グルバトンのメインで現在大活躍中、持っていか、現在大活躍中です。で、この1号でね、グルバトハード、開幕の場所から動かずに即必殺打ってクリアするということが可能であったりします。それほどに高火力
パナイス。あとまあ強二が追尾設置で非常に強力ですね。防御面においても全状態上無効に加えて一定時間短縮付与があって、これはマップのギミックでも有効であるんで、味方およびサブへの恩恵が大きい。今までの例えば状態上反射回復とかは自分しか意味なかった、あとマップギミックはダメだったけれども、これはマップギミックでも短縮付与が活かせますね。まあ、ここまで長所を挙げましたが、もちろん短所もありまして、一番大きな短所はですね、強一の使いづらさでしょうね。強一が初となる十字の範囲のダメージなんですけども、これがね、当てづらいんですよね。まあ、通常の感覚で打つと、結構な頻度でね、打ち損じます。まあ、慣れが必要なんでしょうけど、いやー、まあなんかね、ほんと、これ当たんないの?みたいな感じになりますね。あとはですね、アートイチゴとか、パパイチゴとか、弓イチゴとか、まあ、限定のイチゴは結構ですね、3連瞬法が多かったんですよ。で、そんな中、このイチゴは3連瞬法はないっていう形で、別に普通なんだけれども、なんかね、なんか、物足りなくなっちゃうんですよね。まあ、アートイチゴに慣れすぎてるせいで、なんか移動もっさりしちゃってんなって思っちゃうんです。でも全然普通なんです。普通なんだけれどもっていうところ。限定キャラなんだから、もっと機動力あってもよかったんじゃないって思ってしまうというところが欠点かなっていう。で、まあ、青向こうの向こうか、こうですね。青向こう貫通に関して、まあ、あんまり使う場面ないんですけど、まあ、極限共闘で活躍することが可能と。で、さっきのパパイチゴのところで説明したんですけども、その移動の距離も含めると、パパイチゴが速く、まあ、強二の、高速力が高いっていうところで安定を求めるんだったら7周年1号かなとは思います。はい、これ今1個文章読み違えてたわノエルちゃんとか説明読んでた2位がノエルちゃんで、まあ、今なお高い倍率、状態異常なしで40、80、60と、高い強攻撃の倍率を誇っていまして、特に強2が優秀ですね。強1ちょっと出が遅いんですけど、まあ、範囲が広いんで、まあまあまあ、というところ。まあ、慣れかなというところですね。で、ごめんなさいね。青向こうの向こうか、ここのことを読んでました。いや、だから、いちごは青向こうの向こうかじゃねえよなと思ったけど、ごめんなさい。こちらでしたね。青向こうの向こうか、まあ、あって、まあ、極限強闘で活躍することができるんですが、まあ、7周年いちごでよくないってなっちゃいますね。その、極限行くんであれば。で、オリジナル協力さん。基本のスペックより高い、普通だったら弱体だったら20、20、40というところ、強攻撃40という高いスペックを持っていて、弱体確率付与とか、敵ガード無効、さらに継承の間のリンク強化アップ、強化力アップっていう点で優れたところが目立ちますね。ただ、まあ、競争のためっていうところと、まあ、一番これですね、強二の追尾設置が発動時に攻撃判定がないんですね。先ほどの7周年以上は、発動からバーンってダメージが出るのが、ヒョラクさんは撃ってから、その後発生、攻撃が発生すると。結構ね、これダメージに差があるんですよね。っていうところで、まあ、最上位には一歩届かずといったところなんですが、別にね、決して弱いなんてことはなくて、強い部類だと思います。かっこいいんでね、ぜひ使ってみてください。僕の正義を貫くだけさ。3位が協力さん。ニニーちゃんもノエルちゃんって呼んでくださいよ。私、名前の方が気に入ってるんです。ノエルちゃん。そして みんなを守る。俺はそのために戦う。7周年1号でした。いや、申し訳ない、その原稿全部原稿書いてるんですけども、ちょっと1号のところ読み違えました。イチゴの締めは、まあ、3連瞬法が多かったから、ちょっと機動力に物足りなさを感じてしまうっていうところが、別に普通なんですけどね。で、まあ、やっぱ強一ですね。強一の点で、ちょっと使いづらいなって思ってしまいます。以上が、死神キラーでした。ホローキラー赤。こちらですね、1年で新キャラは2体ですね。1体はアリーナ闇で通常特化型なんで、共闘のランキングには入らず。1位、水着ネリエル。
2位ヨルイチ&ソイモン。3位大交渉戦平子転生。解説していきます。水着ネリエルは現時点で地属性で唯一となるリンク強化跳躍アップキャラです。でそれだけでなくて、もともと強攻撃の倍率が40と、高いのに加えて体力最大値限定強攻撃 40% ダメージアップ、さらに侵食時 全ダメージ 20% アップということで、強攻撃が非常に強力です。で、パシブスキルで敵ガード無効もあって、でまあ侵食によって自身で体力最大を維持することも可能になっている点が大きいですね。強攻撃はどれも使いやすくて、試練でネリエル4人で行っても周回が可能です。あとは試練だけでなくて、強攻撃の火力からワンパン編成でのグルバトサブ要因としても有用ですね。今後持ってない方はぜひ復刻の際には引いてみてはいかがでしょうか。2位がタッグキャラヨルイチ&ソイフォン。毒裂傷なんだけれども、状態異常がプラス5秒となってます。普段は普通の人は、状態異常プラス2秒なんですよね。ってことは割合ダメージが3秒長く与えられると。アビリティでクールタイム短縮もあって、自身のソウル特性の体力最大時全ダメ 20% アップというところで火力の底上げがされているというところですね。敵ガード無効があるんですけれども、敵ガード無効があるために非常に火力が出しやすい。で、まあ、タッグの銀図でも説明したんですけども、敵ガード無効というのはタッグキャラには適用されてないというところが残念ですね。まあ、ヨルイチさん好き、ソイフォン好きはもちろんのことを、リンク要因としても非常に重要なキャラクターです。3位。転生の平子。これはね、前から人気があったキャラクターで、元々の転生前が倍率が20、25、40、通常20、強攻撃25、必殺技40だったんですけれども、さらに上がりました。通常30、強攻撃45、必殺技40。という形で、さらに長所が伸ばせましたね。で、転生でクールタイム短縮 10% をもらえたっていうのも、これまた大きいですね。リンク要因としても、最も使えるキャラの一人ですね。強攻撃が最大倍率で、プラス、クールタイム短縮なんで非常に重要です。で、通常攻撃範囲アップ、強攻撃範囲アップも健在で、非常にね、使いやすいですね。と、まあ、さらに使ってて気持ちいいところとして、効果音。強2の効果音とかですね。強3の効果音とかね、いいんですよね。まあ、旋回門クエストで、強2の、このね、唯一強2だけ、状態異常があって、この強2を駆使したっていう方も多く存在しました。で、転生によってさらに愛されるキャラクターになったんじゃないかなと思います。というわけで、第3位。お前、何言ってるか分かってんのか。平子。第2位。舐められたもんじゃの。我らから逃れられると思うなよ。ヨルイチ&サイフォン。1位水着ネリエル。ちょっと休憩。はい、続きましてホロウキラー青。こちらは随分少ないですね。新キャラパーティータイム室外のみですね。1位そのパーティータイム室外。2位カンオンジウィズピカロ。同率1位クリスマスリルカ。さらに同率1位あ同率2位、ハリブレ様。これそれぞれね、ちょっとね、言い訳をさせてください。順位つけろやって言われそうだけど、まあ、まず1位はですね、パーティータイム室外ですね。理由としては、地属性では現在唯一となるリンク強化薬プラス5に、雫のドロップアップ 30% 最大倍率を持っているっていうところが非常にいいですね。でさらに全部の攻撃に氷結がついていることと、必殺技が垂直技であるために味方の火力の底上げになることが非常に強力ですね。現在レイドではこのキャラはボーナスキャラでなかったとしても、この室外を使うことをお勧めします。薬と雫集めてれば勝手にメダルは集まるんで、ボーナスキャラよりも室外で周回する方が長い目で見て効率がいいと思います。というわけでしっかりと育成しましょう。最初に霊圧つけて、レベルになったら会心、レベル3で攻撃で、しっかり
できれば20、20、20、できなくても15、15、15ぐらいまで上げるといいんじゃないかなと思います。同率2位が3人ですね。観音寺リルかハリウェル様。それぞれ特徴があって、観音寺はですね、シンパティ効果のフィールド侵入時回復 20% があって、体力最大値を維持しやすくて、で、敵ガード無効に加えて、心属性、フォロー、および波乱カルへの状態上確率アップがあるので使いやすいですね。で、先ほどの室外でもそうでしたけれども、必殺技に衰弱があって、味方の火力が底上げできるっていう点もいいですね。クリスマスリルカは、敵ガード無効とかはないんですけれども、シーズナルのキャラクターであって必殺技レベルを上げる機会が比較的多いこと、クールタイム短縮が 14% と最大倍率であること、で、全攻撃氷結で安定した立ち回りができることっていうのが利点ですね。最後にハリベル様で、こちらはですね、状態情報がない代わりに40、40、60と高い、火力があって、で、敵ガード無効。強攻撃はどれも使いやすくて、まあ、無難に強いといったところなんですね。なので、まあ、大きな欠点もないといったところで、火力の観音寺、氷結で安定した立ち回りのリルカ、無難な強さのハリベルというところで、まあ、それぞれ何を重視するかによって評価が分かれるんじゃないかなとは思いますが、今共闘で最も使うのはレイドで、室外くんっていうところなので、1位を室外くん、2位に世界に犠牲は必要だ、だがもてあそぶ理由にはならない、ハリベル様と待たせるのよバカ、クリスマス終わっちゃうじゃない。リルカ、君も今日からカラクラ防衛隊の一員として共に戦おうではないか。カンオジ1位に、このクッキーがポイントだ、味わって食べていけよ。失礼。以上がホローキラー赤青でした。しまった。ピックアップキャラクター忘れておりました。ピックアップキャラクター。千年決戦編アイゼン。いや、まあ、これは忘れちゃいけねえわ。個人的に紹介が欠かせないキャラクターですね。ブレソルで現在唯一、自身で完全栄翔ができるキャラクターです。完全栄翔に20秒かかるためにもうロマン技でしかない。ただ楽しい。で、ノラの京都でやると20秒間何にもしないっていうことになるんで、嫌われる可能性があるんで注意が必要です。ようこそ、私のソウルソサエティへ。いやいいね。能力とかよりも楽しさ。はい、共産を頑張っていきましょう。改めてここまででホローキラーです。次行ってみよう。アランカルキラー赤。1位、オリジナル携帯の平子。申し訳ない、ここも2位3位貸してください。2位ギリコ。同率2位チャード。同率2位キャンディス。さあ、詳しく見ていきましょう。1位、オリジナル形態の平子。こいつは、もともと強攻撃が 40% アップと倍率が高く、さらにチームパーティー効果で地属性対象の強攻撃ダメージ 20% アップ、体力最大値限定、全ダメ 20% アップということで、高い火力を誇ります。で、あと、まあ、次に欠点、まあ、利点とも言える欠点、自身の回復手段が状態上反射回復というのがちょっと使いづらいなといったところですね。まあ、ただ、強攻撃はいずれも使いやすくてかっこいいから、まあ、平子好き でなくてもおすすめの一人ですね。2位よね。まあ、どうしようか迷ったんですけども、まあ、逃げの選択って言われそうですけども、3キャラですね。まずね、ギリコ。まあ、最初ね、単独で2位にしてたんですけども、まあ、理由としては、共闘におけるバフバリア
で、バフが、じゃあバリアが、プラス5っていうところで、プラス5、まあ5枚っていうところで、で、味方3枚っていうところで、味方にいるとすごい楽なんですよね。で、まあ雫のドロップアップ 30% っていうので、非常にいいなと。で、キラー効果の、マルチクエスト時 50% アップというところから、まあ2位にしてたんだけど、まあ共産に癖があるし、まあ、敵ガード向こうないしっていうことで、まあちょっと、となーというところで他と同率にしました。そしてスペックで、非常に高いのがチャド。前回はね、単独2位というような形にしてたんですけども、状態異常がない代わりに高い倍率を誇っていて、で敵ガード向こう潜伏向こうを持っている、これがすごいですね。強攻撃どれも使いやすくて、でスーパーアーマーでご利用ししていくっていうスタイルでもいいなっていうところで、まあ、非常にこのチャド強いですね。僕は継承の試練でこいつ使ってましたね。最後にキャンディス。正直ね、育成がしっかりしたら、まあ、この例が一番強いんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、出た当初は千年血栓変質ガヤの地属性、麻痺バージョンだっていうふうに言われてました。で、質ガヤよりも、これは緊急回避プラス2という、3連緊急回避で機動力があって、で自身で防御低下能力負荷があって必殺技の火力も出ると。で個人的にはね、やっぱまあ爽快感においてもチャドより上、使ってて非常に楽しいキャラクターですね。まあ、唯一の欠点としては千年血栓編ということで必殺技レベルが上げづらいということかなというところで、一番安定した行動が取れるのがキャンディスじゃないかなと思います。なので、まあ、それぞれ利点欠点ありつつ、チャドは常設でレベルが上げやすく、ギリコ、今ギリコも常設でバフバリアがあっていい感じなんだけども、強酸に癖がある。キャンディスはとっても安定した強さを誇るんですけども、千年血栓編というところでなかなか必殺技レベルが上げづらいというところ。逆にみんなレベルマフル海岸、フル継承っていう点では、っていう形にしたらキャンディスが一番いいと思います。処刑決定でしょ。キャンディスはね、本当使って楽しいね。ようやく掴んだ。どうにかここからは全力でやれそうだ。時の神との契約で得た力、存分にご堪能あれ。はい、そしてヒラコ。難儀なこっちゃで、いろんなもん背負わなあかんのやからな。とても強いです。次、アランカルキラー青。まあ見てのと、1位、7周年記念一号。2位、観音寺ウィズピカロ。3位、迷ったんですけど、僕はキスケを、フィアスバトルのキスケをしたい。まあ、1位の一号は死神キラーで解説済みで省略します。文句なし1位です。2位の観音寺はホローキラーで説明してるんで省略します。というわけで3位のキスケ。まあこのキスケはね、出た当初から僕は特殊であるというふうに指摘していて、レイドでは通常特化が使いやすい。ただ、共闘では冷圧型にした方が強いというふうな変則型であると説明してました。敵ガード向こうを持っていて、強打吹き飛ばしつつダメージを与えて、強2でバリアを張って被弾を抑えて、強3画面全体で殲滅していくと。強攻撃型としても全然優秀なキャラクターだと思いますね。ただ、現在、継承試練ではネリエルがおすすめであって、まあ、レイドで使う想定であれば、通常とかがいいと思います。もともとの通常、こういうダメージアップ 60% があるんで、チャピ積みして、バンバン通常振って、危ねえっていう時に、強2でバリア張ってっていうスタイルがいいんじゃないかなと思います。レイドで、このキャラがボナキャラだと非常に楽ちんですね。なので、普通の共闘、まあ、試練とか、継承の間に行くんであれば、まあ、通常の方でなく、冷圧残したタイプで行くといいと思います。レイドに行くんであれば、通常特化型がおすすめです。
早いな。1位2位がもう説明済みだったんで、3位の手付けだけであっという間に終わっちゃいました。というわけでアランカルキラー青は以上になります。隊長キラー赤、こちらの1位は10年イチゴ、2位オリジナル形態のケンパチ、ちょっと3位迷ったんですけども、ノイトラかなと。それぞれ説明していきます。1位のパパイチゴは新闇キラーでも説明してるんで割愛します。2位はグルバト要員としての評価でオリジナル形態のケンパチ、もちろんバトルでも強いです。でグルバトハードのギミックが麻痺なんですけれども、このパッシブスキル麻痺無効が非常に噛み合います。で、スタート時バリアがあるために、継承して体力最大時全ダメアップが生きて生かせるっていうともいいですね。このキャラ入れて非常に速くなりましたね。で、3位ちょっと迷ったんですけども、オリジナル形態のノイトラ、もうかなり前のキャラなんで、通常攻撃に倍率がない通常攻撃特化型、ただバフ役としてバフ&通常枠として貴重で、でさらにオリジナルケンパチ同様にスタート時バリアがあるのもいいですね。現状でバトルでね、まあバトラーはちょっと今回考えないって言ってるんですけども、バトルでもキラーが刺さりにくいっていうことから使ってる人もいるところですね。あとはまあブレソルの歴史として、当時バトルの王者であった千年決戦編宇野花さんを蹂躙したのがこのキャラだということも覚えておきたいところです。というわけで隊長キラー化はこんな感じ。隊長キラー青、ここはやたら少なくて、もう1位ユーハバッハ、2位天聖の教頭周辺、解説していきます。まあ、ここはですね、教頭という意味ではなくてグループバトルでの評価ですね。バッハは必殺技ヒットスワッププラス1があって、必殺技も弱体であるということで非常に強力ですね。人によってはグループバトルハードをバッハの必殺技だけで5面までバババババッと抜く人もいるし、ノーマルで僕バッハで一撃でクリアしたこともありましたね。で、まあ、欠点としては通常メインって書いてあるんですね。通常状態の強一が当てづらいっていうのが難点ですね。ただ必殺技を使うとクールが回復するっていうことで、うまく運用すると非常に火力が出ますね。ぜひそこら辺をどこで、まあ、強攻撃バババッと使った上で必殺使ってまた強攻撃使うとかやると非常に強力です。2位が天聖の教頭周平、これがですねすごい貴重なんです。隊長キラー青の通常枠ってめちゃくちゃ貴重で、実は2キャラしかいないんです。全体を通して星6の隊長キラーの青のアビリティとして通常攻撃1スワップっていうと、もう2体しかないです。そんな周平。転生によって通常攻撃1スワップ1が手に入るようになりました。で、人によってこの京都周平の転生のおかげでグルバトハードがクリアできたという報告もあるぐらいに、もともとは通常攻撃、通常型であるにもかかわらず、っていうか、まだその頃はまあ通常型って言っても別にヒットスワップが ついてるようなキャラではなかったんで、で、転生によって通常攻撃ヒットスワップをもらえましたと。もう心のフィアスバトル議員を持ってない方はぜひ転生して通常枠としての運用を検討してみてください。ピックアップキャラ。カコローズ転生。クールタイム最大倍率 14% に強攻撃ダメージ 16% アップがつくという、地属性の中で現状唯一のキャラです。なのでリンク要因として重要なんで、ぜひゲットしてみてください。隊長キラー赤青は以上になります。ごめんなさい、1個忘れてた。何かを守るためにそんな綺麗事を気に食わねえか。我が名はユーハバッハ。お前のすべてを奪うものだ。はい。
これで今度こそおしまいです。退場キラーは以上になります。エスパーダキラー赤。いや、ここはね、該当なしですね。まさか何年もね、キャラが出てないとは思いませんでした。いや、これはびっくりだね。うん。で、まあ、ピックアップキャラクターとして、千年決戦編、駒村さん。強一でね、相手を吹き飛ばしてしまうということで、グルバトサブには不向きなんですけれども、自身で使うキャラクターとしては、非常に、通常キャラとして圧倒的なかっこよさを誇りますね。今、ほとんど使ってないけど、僕はかなりお世話になりましたね。今後の転生に期待したいところです。この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。マジでかっこいいっす。エスパーダキラー赤はもうこの1体ぐらいかな、紹介できるのは。エスパーダキラー青、ここもここも全然キャラが出てなくて、ここは久しぶりに新キャラが出て、それがぶっちぎりです。もう1位のみ、カカオウルキオラ。カカオウルキオラはアビリティ見てみると分かるんですけども、完全にグルバト特化キャラです。グルバト向けのアビリティであるグループバトル時青攻撃ダメージ 30% アップ、グルバト時キラー 50% アップに加えて、敵ガード向こう、どこだ、敵ガードもあった。敵ガード向こう、侵食時全ダメージ 20% アップ、さらには状態異常不要時一定時間攻撃 80% アップと、完全にグルバト特化キャラクターですね。で、弱体向こうもあるためにステージギミックにも噛み合います。で、通常型なのにこいつをメインにしてもグルバトハードをクリアできるというぐらいにめちゃくちゃ強いです。メインでもサブでも活躍できるね、通常キャラというのはなかなかいないですね。そんなめちゃくちゃ強いカカオウルキが単独1位。落ちるがいい、闇より深き無の底へ。エスパダキラはあっさりですね。以上になります。無所属キラー赤、ここの1位、ギョロイちゃんとソイフォン。2位、ジャッキーリメイク2021。3位、小説ルピ。解説していきましょう。まあ、1位のヨルイチ&ソイフォンはフォローキラーで紹介済みなので割愛します。2位のジャッキーは現在ね、僕は巻物のクエストで使ってますね、この無所属の回避無効っていうので。で、まあ、敵ガード無効とか持ってるんですけども、強攻撃がかなり独特で、慣れるまでにかなりね、使いづらいんじゃないかなとは思います。まあ、ジャッキー2体目なんで、まあ、ジャッキー好きはぜひ愛用してあげてくださいというところですね。まあ、でもまあ共闘で使われることはほとんど見たことないですね。で、3位が小説コラボのルピー。全攻撃弱体で20、20、40、潜伏無効とか敵ガード無効とはないですけれども、無難に強いキャラクターですね。間違っても元セスタなんて呼ばないでよね。ルピーで2位にジャッキー。遠慮なく行かせてもらうよ。で、1位がヨルイちゃんとソイフォンですと。青攻撃3体しかいないですね。そして1年キャラ出てないですね。1位はノエルちゃん、2位がアウラ、3位があやかしランギクさん。ノエルちゃんは死神キラーのところで紹介済みなので割愛します。2位アウラ。アウラは敵ガード無効があって全攻撃弱体で非常に強力ですね。現状強いキャラの最低限の要素は全て可能性となっていると思います。全攻撃弱体で20、20、40でクールタイム短縮があって、強攻撃範囲アップ、ヒット数アップ、状態上プラス5秒、緊急回避、回避数プラス1、敵ガード無効、もう基本的なスペックはありますと。基本的なスペックを抑えているというだけでズバ抜けてるかというとそういうことではないので、まあまあ2位かなぐらいのところですね。まあ、欠点としては小説限定キャラなので必殺技レベルが上げにくいというところですとかね。
3位が綾香蘭菊さん。綾香蘭菊さんも、アウラとほぼ同じ性能ですね。20、20、40で全攻撃弱体で強攻撃範囲アップ、ヒットスアップ、状態上プラス5秒、緊急 回数プラス1、違いは敵ガード無効化あるかどうかというところじゃないですかね。というわけで3位、せっかく来たんだから楽しんでいきなさいよ、綾香蘭菊さん。2位、死を司る神の駒使いに過ぎぬ身の上ですが、どうぞお見知りおきを。2がアウラ、1はノエルちゃんですと。というわけで、無所属キラー赤青以上になります。人間キラー赤、もうここは2体のみで、まあ、1位エドラド、2位がタスキ。エドラドはですね、なんかやたら旋回モンクエストで活躍する場面があって、でまあ、能力としては敵ガード無効があって、まあ、無難に強いキャラですね。20、20、40、やけど持ち、クールタイム 12% 圧縮、やけど時 20% ダメージアップ。うん。ほんと、無難に強いといったところ。2位が、旋回門報酬のタスキ。まあ、これは、他の属性でも全部説明してるんですけども、まあ、グルバト要因でバフ&通常枠として貴重な存在で、旋回門クエストの報酬であるために誰でもゲットできるっていうところがいいところですかね。昔から織姫を泣かすやつは、この私にぶっ倒されるって決まりがあんだよ。エドラド、これが俺らアランカルの残白刀解放だ。そして人間キラー青は存在しませんでした。誰もいません。というわけで人間キラーはこの2体のみ以上です。クインシーキラー赤、こちらは1体のみですね。ホローカリサ、これがね、めっちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強い。ホロカリサは現時点で貴重な心属性への状態上確率アップ。もう、所属関係ないです。心属性への状態上確率アップというところと、もともと強攻撃 40% アップって高い倍率なのに加えて、状態異常不要時一定時間レアズ 80% アップ。もともと状態異常確率アップがあるのに、で、その状態異常不要時レアズ 80% アップ。さらにチンパティ効果の地属性強攻撃ダメージアップ 20%。さらに敵列勝時全ダメ 40% アップがあるということで、めっちゃ強いです。めちゃくちゃ火力が出る。で、ここにさらにね、フル継承して、体力最大時全ダメ 25% アップと、列勝時全ダメ 40% アップ、さらにつければ、長所がまたさらに伸びると。めちゃくちゃ強いことになりますね。で、強攻撃もどれも使いやすくて、もうね、クインシーキラーじゃなくても全然使えるっていうレベルに、めちゃくちゃ強いです。でも、そのキラー関係なく出陣していいキャラクター。めっちゃ強いです。むしろもっとキュインシーキラーじゃなければもっともっとみんなが使うんじゃないかなと思いますね。私がどんだけ強くなったか見したるわ。このホローカリさんマジで強いですね。そしてクインシーキラー、あ、ここは最新キャラ1位、織姫ヒーリング、2位袖の白雪気分編。1位は2022年9月の中旬キャラクターである織姫。これまたね、強いんですよ。パッシブスキルで体力最大時全ダメ 20% アップを持ちながら、ソウル特性で、体力最大時全ダメ 30% を持つと。素で 50% アップがもともとついてると。で、さらに体力最大時の、強攻撃クールタイム 6% 短縮もあると。いうとこと、自身の協賛が回復なんで体力最大値を維持しやすいというところがいいですね。で、敵ガード無効と、潜伏無効を持っているんで、アクセサリーに、
選択に余裕ができると。自身の火力としてもすごいのに、まあ、リンク要員としても今後重宝する過去最強の織姫じゃないでしょうか。あとね、笑顔がすごいいいんだよね。勝利ポーズとかのそのアニメ、あのシーンねみたいな、こういう笑顔あったあったみたいな、すごくいいと思います。めちゃくちゃ強い。これに僕は15まで上げて体力最大をつけたんで、体力最大 75% アップ。これにハンペンとかつけると、もう 100% アップを超えますね。めっちゃ強い。そして袖の白雪。袖の白雪は全攻撃氷結で、強攻撃もいずれも使いやすいですね。ドロップアップが 17% であるために、今まで10レッチャー、レイドで等も使ってましたが、まあ、雫目的であれば現在は 30% アップのキャラもいるために、まあ、メインの使いどころは旋回門クエストになるのかなとは思いますね。私は思うままに行動するだけです。それを邪魔する者は誰であろうと許しません。入隊しました、井上です。以後よろしくお願いします。はい、強いです。クインシーキラーは以上になります。シェルンリッターキラーおよびゼロ番隊キラー、こちら赤青ともに不在です。1キャラもいません。というわけで、評価なし。いや、一体もいないんだね、ここね。今後ここら辺が出るんでしょうね。はい、以上です。さあ、というわけで今回は地属性のまとめでした。まあ、地属性は最近のキャラですね。7周年イチゴとか、ヒーリング織姫とか、水着ネリエルとか、ホローカリサとか、まあ、過去にないレベルで高火力になってますね。いや、ちょっと上げすぎじゃないっていうぐらい強いですね。まあ、これらはいずれもキラー被ってないんで、それぞれ使えて楽しそうですね。まあまあ、ホローカリサと、織姫が被ってますが、まあ結構層が薄いとこもあるんで、今後グループバトル等も考慮されて、その辺が出てくるのかなとは思いますね。さあ、まあ、今回はここまでにしましょう。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。